田くん遊ぼ。いいぜ。何して遊ぶ？遊びといえばかごめかごめに決まってるだろう。歌い終わってから10秒以内に誰が後ろにいるか当ててね。ちゃんと目隠ししろよ。ズルはなし。面白そうだ。じゃあ始めるよ。せーの。かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつである。夜明けの晩に鶴と亀と滑った後ろの少年だ。明美だ。